はい、それでは第5章やっていきます。第5章は、影山率いる新帝国学園との試合がメインのお話となります。戦いの舞台は愛媛です。なんで？なぜ愛媛なのかについては12年間議論が絶えませんが、雷門対影山の因縁の対決です。難易度はこの RTA の中でもかなり高め、前半パートの中ではぶっちぎりの1位です。フル試合自体は新帝国戦の一戦のみと少ないですが、難易度がとてつもないので、星3つ評価が妥当だと思われます。再走の可能性大。ただ、試合が少ない分全体のタイムとしては第4章に次ぐくらい短いです。まあつまり、それだけ中身が濃い濃密な章だということですね。はっきり言って今までとは格が違う、次元の違う難易度だと考えた方がいいです。そんなわけで、今まで以上に気を引き締めていくのがいいでしょう。相変わらず起動大好きおじさん。第5章宿命の対決影山対響ということで、今回も頑張っていきましょう。今回の目標タイムは25分程度です。難易度が高く回によってブレがありますが、遅くとも26分半くらいで越したいところ。遠くに吹雪にこぐれ、章が進むごとにどんどん仲間が増えてきているわけですが、今回は第2章ゴーエンジ以来の離脱イベントが用意されています。誰が抜けるかは、その時まで。ここで影山から直々にビデオメッセージが届きますね。律儀な男よ。内容は愛媛に新帝国学園を作りましたざまあみろ、軌道を連れてこいってとこです。ほんとなんで愛媛なんですか？もしかして愛媛って警察いなかったりする？それくらいしか理由が思いつかない。街並みも別にどの県でもいい感じだし。このロード中の移動ムービーも車の運転荒くて怖いわ。いない列のせいで私の愛媛のイメージが、運転荒い、警察いない、不当が名所とかいう、意味わからないことになってるんですけど、あと一生雰囲気くらい怖い。実際愛媛ってそんな感じなんすかね？本当なら怖くて足踏み入れたくないな。ということでまずは情報集めからです。新帝国学園のことを聞き出しましょう。まずは上の紫髪の男の子に話しかけます。何やら恐れられている様子。逃げた男の子を追いかけます。少し進んだ先の階段にいます。愛媛の市街地は宅地操作の方がおそらく動きやすくていいですね。特に西側は急な傾斜から緩やかな傾斜まで対応を求められるので、スラパはきつめです。ただこういう場合のタッチ操作の難点として、右手でタッチペンを握ることになるので、話しかける際や調べる際に必要な A ボタンを押すのが少し難しくなります。画面タッチでも A ボタンの役割を果たせますが、いくら慣れても快適とはお世辞にも言えません。うまいこと右手でタッチ操作、右小指か左手クロスで A を押すのが無難ですね。すごい不格好になりますが、操作が難しいのだから仕方ない。というわけで、ゆうすけくんの話を聞きにスポーツショップに向かいましょう。スポーツショップは東エリアに入って2軒目の左の建物です。初期カメラ視点だと入り口が全く見えないので、練習で慣れておきましょう。かくいう私も建物に体こすりつけて無理やり入ってますけどね。よく見ると左に新帝国の生徒がいる。学校自体を作ったわけではないと思うのですが、制服やモブ生徒まで用意されてるのは一体？愛媛は謎が多すぎるな。そして問題のゆうすけくんは西の河原にいるとのことなので、早速向かいましょう。ここから操作注意。まず西エリアに入って。このカメラ視点だと見えませんが、河原に続く階段があるので降ります。ここも階段の位置を感覚で覚えておくしかないですね。まあ最悪、エリア移動直後に下の方で体をこすりつけてれば降りられます。そしてゆうすけくんを捕まえにエリアのハゲが襲ってくるので戦います。このバトルは染岡さんのボレー4で 100% 得点できます。染岡さん最強。いやー、染岡さんが活躍する時間が永遠に続けばいいのにな。マジで何やってんの？これはひどすぎる。いや2時間ぶっ続けでやってて連打で指が死にかけてるっていう状況を踏まえてもひどい。今回の RTA、フル試合はスムーズに行くのに移動とかバトルでロスしてるの何？今回はパスカットがうまくいったおかげで軽傷で済みましたが、マジやばかった。すみません遠藤さん、気をつけます。ここからは遠藤さんの助言を念頭に置いて、ケアレスミスだけは絶対しないようにいきます。エイリアのハゲを撃退すると、物語の核となるエイリア石と初対面。その後、ゆうすけくんの言う通りにふ頭を目指すことになります。ここは下からエリア移動した方があのね、ゆっくり実況だと当時の状況が全く伝わらないので分かりにくいですが、さっきのバトルが尾を引いてます。しかも疲れで脳死気味な上にへこんでます。怒涛の言い訳連打ですが、2時間あたりが一番きついんですよね。まだランナーズハイに入りきれてないくらいの時間帯なので、疲れがピークなところはある。はぁ、なんていうか、ここは難しいから仕方ない、とかじゃないミスが一番恥ずかしいっす。まあ気持ち入れ替えて、ふ頭に着いたんでここからマジ本気。ここの曇っててジメジメしてて暗くて嫌な感じがする描写のせいで、私の愛媛像は完全に狂った、てか行ったことないからまだ思ってる。響さんが再登場する安心感とかっこよさ半端ねえな。大人たちが活躍する回は総じて神。ということで、影山の狙いを探るために一度本家帝国学園に向かいます。アニメだと移動時間の問題や尺の都合でカットされたであろう部分ですね。帝国学園自体にはもう少し話が進んでから足を運んでましたけども。ちなみに、沿道の帝国ユニフォームが見れる貴重な回です。BGM 好き。顔パスかっけー。早速、奥に進んで調査です。ゲームだとモブ生徒からもしっかり疎まれてる描写あるのきつい。まさかの崎山。個人的に帝国スタメンの中で一番記憶から消えちゃいます。本来ならそのポジションは五条番長あたりなはずなのにね。はい、闇落ち。ここで五条番長が出てきてたらどんな空気になってたのだろうか。ここの不動マジで狂気じみてる怖い。なおアニメでは鬼道と仲良くバス相席で新帝国学園まで向かった模様。アニメ版はかなり話の内容や描写シーンが違ったり、尺もかなり短いので、脳内でゲーム版とミックスして一本にすると完全に補完できて楽しい。禁断の技、匂わせてますね。ということで、調査は済んだのでもう一度ふ頭に戻ります。東京愛媛間をバスで移動だと時間めちゃくちゃかかるし、そりゃ改変するわな。まあアニメの新帝国界の時点ではまだゲーム版が発売されていないので、因果関係がどっちかは怪しいですが。まあとにかく、ゲーム版はこのおかげで他帝国メンツも出演するので好きです。またエイリアのハゲが。色とりどりのハゲ。熱い。ということで、今回2度目のエイリアハゲサッカーバトルです。またしても相手キーパーが風属性なので、染岡さんのボレー4が大安定です。さす染。今回はミスらないぞ。オッケー。この試合が終わればもうすぐ新帝国戦となります。冒頭でも言っている通り、超鬼畜難易度なので心の準備を。その前に新帝国学園のスタジアムを出現させましょうか。でかい船自体が新帝国学園という、超次元もいいとこだぜ。船に突入して間もなく試合、マジで苦手なのでいつも緊張します。影山に話しかけるとそのまま試合です。セーブしたいくらいですが今回は我慢。どうせ負けイコール再走なんでね。不動一人に3人やられとる。フットボールフロンティア編ではやたら機動さんと機動の側近ずらしてた変味が。当初の扱いの割に必殺技はないわネオジャパンには呼ばれないわ不遇なやつ。デコ以外印象にない。って、そんなこと言ってる場合じゃないですね。新帝国戦の作戦ですが。まず正攻法でキーパーの源田を破ることは諦めるのが賢明です。我がチーム最高火力の染岡さんを完全に封じる非属性キーパーであり、さらに使用する必殺技、ビーストファングも TP57 の非属性最強キャッチ技と、染岡さんは愚か吹雪ですら安定してビーストファングを破れません。つまり、TP をからして技が使えなくなったところを狙い撃ちするしかありません。幸い、TP57 と消費の大きい技なので、今回の源田は2回までしか使えません。そして、今回の試合は強制失点イベントが1回あるので、2点取る必要がある。つまり、最大で4回シュートを打つ必要があるということですね。稀に入ることがあるエターナルブリザードを先打ちして、後の2回で確実にゴール。それが今回の試合運びとなります。さらに、源田が必殺技を使うかどうかは今まで通りランダム運ゲーなので、もしかしたら4回シュートするまでもなく2点取れるかもという、運プテンプ。つまり、お願いします神様一生のお願い使います土下座してますお願いしますこの1点取らせてくださいいつもここで再走する羽目になるんです難しいんです指疲れてるんですどうか慈悲を今日だけは特別お願いお願い。発球。まあまあ、2分の1なんてこんなもん、次々、源田の体が壊れるだけよ。2の仕様をついたいいパスカットでしたね。その仕様については後々説明します。今は、マジで頼む一生のお願い決まってくれ神様仏様吹雪様ここで決めなきゃ男じゃない誰が源田からゴール奪えるよ誰かじゃなくお前がやるんだ見せろ吹雪完璧になるんだろいけ。カス。練習時の平均で言うと2回打てば1回は通常キャッチしてくれてたのですが、まあ今回は運が悪かったと。仕方ないのであと2回シュート打ちましょ。ただ、新帝国戦は前半10分と20分、そして後半10分にイベントが入ります。佐久間があの禁断の技、皇帝ペンギン1号を時間配分を考えて打ってきます。このイベント挿入がかなり厄介で、強制的にボールの位置が変わってしまいます。しかも1度目は強制失点も兼ねており、嫌なんてもんじゃないです最悪です。せっかくシュート前までこぎつけたのにイベントに邪魔されて得点できず、なんてのが頻繁に起こります。それのせいでリズム狂って負けることまで。この何回も打って TP をからして得点と、3回のイベント挿入でボールの位置が戻る、の、シナジーがあまりにも凶悪かつ鬼畜だから、新帝国戦はやばいんですよね。てか低レベルクリアをする上で、普通に負けうる難易度なんですよこれ。とにかくまずは1点を返しましょう。ここからは染岡さんのターンです。燃費のいいドラゴンクラッシュでさっさと源田からゴールを奪っちゃいます。角度ミスった。そうそう、言えてなかったのですが、この試合から低レベル名物まさかが出ます。だからパスを今まで以上に慎重に、かつ攻めるときは大胆に行かなきゃいけないので、第4章までクソ簡単だった分の緩急でやたら難易度高く感じるんですよね。この試合難しい要素しかねえな。来たこれ。あの千葉山中から1点をもぎ取ったドラゴンクラッシュくらい。最強。は染岡さんっしょ。ただ問題はあと10分でもう1点決められるか。イベントも入るしかなり際どいです。さあ2度目の皇帝ペンギン1号が来ます。機動さん曰く1試合で打てる上限は2回までらしいですが、当時の私は若干パスってたのか、程よく使えばええやんって思ってました。大事な試合の時、例えばフットボールフロンティア決勝とか気候法みたいな感じで使えばって、今じゃゲームクリア後に仲間にしても打つのためらうくらいなのにね。威力9割減やん機動さん強。アニメだと機動さんのキックプラス遠藤魔人でギリでしたからね。ああ、染岡さんが死亡フラグを。ゴール前スタートマジで鬼畜すぎ。やべ。普通にこのバーニングはまずいです。ディフェンス陣が技勝負で勝てなくなる。瞬間移動してきたぞ強引。今に馬身くらい余裕ありませんでした?これでパス通らないのきつない?いやこれは終わったわ。まあ前半までに2点取れないのは割とよくあることなので、ほんと急に難易度上がるんよな。意味ねえ。完全にたらればなんですけど、ここワンチャン栗の彗星にかけてよかったかも。センターより前でブロックされなきゃ通常キャッチくらいは破れたかもしれない。確率は低そうですが、しゃあない。後半10分までに意地でも残り1点取りに行きます。後半10分の最後の強制イベントで佐久間と染岡が大怪我をして、この試合で使い物にならなくなるので、それまでにドラクラを打たなければなりません。もし打てなかったとしたら、中谷か軌道をフォワードに上げてシュートするしかありません。ですがそれは最後の手段、絶対に染岡さんで決め切りたい。完全にバーニングが悪さしたわ。せめてファールを。まだ参る。勢いつけすぎたー。何やってんのマジで。トウコのすぐ後ろに敵いたから狙い定められなかったわ。ここファール出ればいけるんだけマン頼む。神。いやここねえ。どうせ軌道もキープできないから選択肢が。多分バックパスが丸かった?判断する時間短すぎて無理や。終わった。こいつらのパス精度何?もう時間切れなんで技なしでいいです。私が人間やめてれば得点できたシーン何回かあったと思うんですけど。きちい。これは中谷か軌道で点取りに行くルートですかね。相当厳しい。TP 量で佐久間の体の限界を表してるの地味に好き。3回目はもうキャパオーバーですと、打ったら行きますって感じ。染岡さん。染岡さん。染岡さん蹴り返すんじゃ。腹で止めに行ってましたけど。これで染岡さんと佐久間が大怪我、しばらくサッカーができなくなってしまいました。本来であれば、この満身創痍の佐久間を引きつけてらかし遅すぎだろこいつ。これ追いつけないのマジ?すみません、ここは見返すと完全にプレミ、中谷を吹雪の位置に置けば勝ち確でした。2の仕様で今のスローインはキーパーに向けて投げるの確定なので、絶好の浴びせ蹴りチャンスでした。中谷がスローイン後に想定より前に来なかったっていうのもあるんですが、完全にプレミ。ブロックでファール?マジ?とりあえず中谷フォワードにしてさっさとゴール決めに行きますけど、さすがに運悪くない?ブロックでファールって何パーよ。まあ実質スローインと同じ流れだからやり直しになっただけか。安定する分ラッキーと受け取っておこう。オッケー。やっとだよ、やっと。見返すとひどいもんですね。でも無駄な失点なしで勝ってるだけ、練習込みの全体で見ればいい方という事実。ほんと新帝国戦はやってみてほしい。マジで運要素でかいし単純に難しいです。普通の RTA は完走できた回が3つ動画データあるんですけど、新帝国戦だけは毎回こんな感じです。3対2で終わるか今回みたいにぐだるか。まあ今回のを採用した理由は第6章以降かなり早いからってのが大きいので、この章のガバは多めに見てください。さあ、あともう9分しかないですが逃げ切り体制でいきましょう。ジャッジスルー系がクソ強いのでボール奪うのもなかなか大変なんですがね。ほら、ザ・タワーで勝てないの普通にヤバい。ニッチな需要を満たしそうな絵だな。あ。よかったー。染岡さんオーバーキルかと思った。よし、ここから満身創痍の佐久間を引きつけて楽にパス回ししましょう。なんとかこの絵が見せられてよかったです。解説もクソもなくなるところだった。この戦法、もし佐久間にボールを取られても TP が0なんで、絶対安全なのがいいんですよね。これを20分できてれば新帝国戦完遂なんですけど、練習でもほぼできねえ。せめて早終わって。ほぼ32分って、嫌がらせか。ということで、かなり苦しかったですが新帝国に勝利です。ここからはウイニングランです。割とすぐ終わります。試合が忙しすぎて解説する暇がなかったので、今更になるのですが、実は試合前に一番強いシューズを吹雪に履かせて、超近距離ダイレクトエターナルブリザードで、ビーストファングを強引に突破するという方法があるにはあります。ただ、死ぬほど難易度が高く、かつ結局確定で敗れるわけじゃないので、リスクリターンを考えて封印していた禁断のチャートなんですが、めちゃくちゃ腕に自信があって運がいい人はやってみてもいいかもしれません。私は大体、装備時間もったいなかったなぁ、ってなったのでダメでした。理論値を出せるなら強いというやつですね。特に言及なくビーストファング出してた源田がボロボロなのなんで?っていうか軌道さんも源田のこと一切気にかけてなかったよね?結局、染岡さん源田佐久間と3人が大怪我という結末、佐久間源田が改心するという救いこそあったものの、悲しい終わり方ですね。こんなに最後まで一貫して暗く、明るい終わり方じゃないのもなかなか珍しい。シリアスが目立つエイリア編の中でも、ずば抜けて暗いショーでしたね。これはガングロ大阪人ギャルが恋しくなるレベルだわ。当時はうぜえとかよえとか思ってたけど、彼女がいないとエイリア編暗すぎる。大仏がおるぞ。やってきたぜ、大阪なにわランド。エイリアのアジトを捜索だ。え、まさかこんなところにあったなんて。次回、なにわの大要塞を攻略せよ。さあ、なんやその顔。では、ご視聴ありがとうございました。第6章に続きます。